城、お堀のすぐそばに電車が走って、これちょっと見せよう。これタイ？タイ。ここね、なんと海の水なんだ。あら、このお堀の水は海？海。だからほら今見えた、タイも泳ぐの。タイもフグもおるの。タイもフグもおるの。クロダイ。クロダイ、これヒウンカク、旧松平家高松別邸、中は見れません。あら、船が来ましたよ。タイの餌、買っていこう。タイの餌やり体験と言ってもね、少ないね、たったこんだけ。屋根のある橋、鞘橋に来ました。
鞘橋は二の丸から本丸へ続く唯一の道。ご飯だよ。あ、来た来た。あ、来た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 。すごいすごい。あ、すごい。おお。いや、すごい。出ておる。クロダイ。タイですか。タイ。へえ。ということで、切って食べることができるんです。いや、ここね、多分仕事やると怒られる。怒られちゃう。これね、海の水つながってるんだけど、海から来とるわけじゃなくて、ここ柵がしてあるもんでね、ここで飼ってるんですよね。だからこれ人工的に餌やらないからね。本丸跡。アジショってとこ。今日もお昼はおうどんです。かけうどん。すごいお揚げさんが。僕ぶっかけの大工ださ。あったかいの。あったかいの。全然違うね。全然違う。これどっちかというと柔らかい麺。だしが。だしが。だし美味しいね。でも天ぷらがすごい安い。